ラダメズコリー、リズガルシアは、ドミニカ共和国、エルセーボ州、エルセーボ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。2003年にボルチモアオリオールズと契約を結んだ。この年は、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグでプレーした。2004年は、前年同様ルーキー級、ドミニカンサマーリーグでプレーした。2005年に、アメリカに渡り、 A-Q アバディーンアイアンバーズと AQ デルマーバショアバーズでプレーした。2006年は AQ フレデリック・キーズでプレーした。この年のオールスター・フューチャーズゲームに選出された。2007年は AQ ボーイベーソックスでプレーした。この年のイースタンリーグのオールスターゲームに選出された。6月1日のハリスバーグセネターズ戦ではノーヒットノーランを達成した。 8月24日にメジャー初昇格し、翌25日のロサンゼルス・エンゼルス戦でメジャーデビューを果たした。2008年は大半をトリプル A 級のオーホークタイズでプレーした。サンディエゴパドレスのスプリングトレーニング参加時2009年11月25日にウェーバーでサンディエゴパドレスへ移籍した。2010年は参加のトリプル A 級ポートランドビーバーズでプレーした。 2011年1月5日に解雇された。2011年1月7日に久保の LG ツインズと契約を結んだ。LG では主力投手として活躍し、8月26日には韓国プロ野球史上最速となる時速1 6 1トルを記録。2013年も年間を通して活躍し、最多奪三振のタイトルを獲得した。オフには、 オリックス・バッファローズが獲得に向けて調査していたが、実現しなかった。2014年開幕前のキャンプで肘を故障し、解雇された。2014年3月8日に、トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ移動となった。開幕は故障者リストで登録され、A 級ニューハンプシャー・フィッシャー・キャッツで迎えた。2014年は、 メジャー昇格できなかった。2014年11月20日、ピッツバーグパイレーツと2年総額300万ドルで契約した。2015年5月25日にディーフとなり、6月3日に参加の AAA 級インディアナポリス・インディアンズに配属された。その後、ロースター拡大に伴って9月1日にメジャー昇格したが、15日に再びディーフとなり、 11月4日に自由契約となった。2015年11月26日、東北楽天ゴールデンイーグルスと1年契約、年俸1億円で契約合意したことが発表され、背番号は49に決まった。翌年1月29日に、ジェイク・ブリガム、ジャフェット・アマダーともに入団会見が行われた。2016年、開幕を1軍で迎え、 3月26日の対福岡ソフトバンクホークス戦において同点の11回表に6番手で来日初、登板し、1回を投げ飛安打1、脱三振に、吉久1、無失点で、初ホールドを記録した。6月1日の対阪神タイガー,アース戦では初、先発登板し、6回を投げ4失点で、敗戦投手になった。11月19日、2017年の契約を、 行わず対談が決まったことが、球団から発表され、12月2日付で自由、契約選手となった。2017年は、所属球団な、12月21日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2018年6月2日に自由契約となる。オフには前年と同じくドミニカのウィンターリーグに参加。2019年2月1日、 CPBL のラマゴモンキーズと契約したことが発表された。登録名はリココ。チームが楽天モンキーズとなった2020年も契約したが、心身のコンディションが整っていないことから台湾に来ることができず、開幕前に対談となった。2021年2月23日、メキシカンリーグのユカタンライオンズが獲得したことを発表した。楽天入団以前に、 最速時速 163km を計測したことがあり、常時時速 150km 台の球を投げる。変化球は、ツーシーム、カーブ、スライダーなどを投げる。ありがとうございます。